じゃあちょっくら回収してビーストレザーとクリスナーガ、クリスナーガが強いあれか、37よし、攻撃力アップ。じゃあグラディウスいらねえ、外そう。高級傷口の方がいいやん。でまた開発できるやつはフランベルジュ、ブリッツランサー、ブローバーがあんじゃん。ブローバーは斧としてかなり優秀だった気がする。でここは聖達の鎧、これなんか必要だっけ、ちょっと怖いな。エクセルガードは大丈夫でしょう。 OK よし、じゃあ行きましょう。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版、今回は表銀河からやっていきたいと思います。火力はもうだいぶ上がったからいけるはず。ちょっと巨人は相手にしない、いや戦闘になったな、倒せる。無双三段容赦はしない。ちょペルソナナイアガラバスターは使っていく。でクリスナーガンになってるんでこっちも攻撃力は上がってるはず。といってもね、ミカエルも強力な技がない。あとはエレンとミカエルだね。なんか覚えてほしいの。最近寝た、ちょっとアタッカー2人が寝てしまったんだけど。スターバースト、玄武になるとすげえ回復量が3人回復する。骨砕き、なんかダメージもあんまり食らってないぞ。どんどん行こう。この巨人でねいい技を覚えてくれればすげえありがたいんだけど、どこまで技レベルが高いかはよくわかんない。また催眠、倒した。もう雑魚だな、あの頃の俺とは違う。この巨人と前戦ったんだっけ、で逃げてきたっていう。あれ、あ、なんだ、なんで足跡があるんだって思ったらモンスターも足跡つくんだ。これブローバーができればもうホークウィンドいらないね。開発でだいぶ強い武器作れるね。もっとこまめに開発に来るべきだったな、最初の方。結構ほったらかしにしといたから。そうすれば強い武器ももっと早く手に入ったんだろうけど、倒していくこいつも。スターバースト6か、疾風剣バースト使わない理屈だったんだろう。体落とし、痛い。ああ、スタンしなかった、危ねえ。疾風剣1100か、200くらいやっぱり違うね。でもまあそんなに強い敵ではないんで、このまま押し切ろう。長期戦になればなるほど、まあ、覚醒させておいた方がいいんで。ヒアガラバスター強えな、普通に。OK、いいね。これはドラゴンルーラーいけそうな気がしてきた。てかよく考えたらさ、あれだけパクってさ帰ってきてもよかったんだね。こいつを倒せたかっていう問題はあるけど、あまり強そうではない。永久水晶って剣と一緒に手に入ると思った。お、これは逆一本、よくわからん。
弱い。早々に封印したい。スパイダルチャージも使っていこう。5か。まあでも確かにプロットもかなり技の覚えはいいね。霊気弱え。こいつも弱かった。巨人を避けてこれだけ回収すればよかった。本当に。え、手に入れたとかないの？永久表彰、これがあれば雪だるま外に出れるんで。これもスパイラルチャージを使っていくか。スパイラルチャージちょっと消耗激しいのが難点だな。まあでもそれなりの火力は出るよね。あと分身剣が今の段階でどれくらい出るか。いくつ今剣レベル20か。なんかすげえ高えって感じでもない。見える。その前にお供がいる。倒していこう。逆一本も使っていく。ガードされた。誰にガードされたかよくわかんないけど2体ガードされたな。逆一本マジで弱えわ。なんなん。剣体験。逆一本の極意を取得したい。いけ逆一本。分身剣もちょっと次使ってみるか。ちょっと覚えさせて。火力が出ればそっちの方がいいからね。お、覚えた。なんだ勝利の歌。よし。ただこの戦闘はこれで逃げられなくなった。逃げる必要はないけど。ドラゴンルーラー。いや槍はちょっと狙わない。最初だし。ちょっと一個ずつ使おう。全回復して挑む。いくぜ。いや強そうだ。まずちょっと勝利の歌を歌おう。そこからやっぱ大爆弾しかないこいつは。で一応一個ずつ使ってこう。ペルソナナイアガラバスター逆一本。ライトニングピアス。いやライトニングピアスでいいや。でスターバースト使う。早いだけだよなライトニングピアスって。1300。角。もう一回攻撃してくるよね。どう考えてもハングクラッシュ200か。やっぱりミカエルも回復だな。いいね700。ちょっと待って変えたい。例によって変えたい。スパイラルチャージナイアガラバスターで、こいつはパワーヒール。ゾウさんだな。でゾウさんは攻撃。分身剣使うとか言って使ってねえし。おいいね。スタンしろ。1900とか普通に超強えわ。勝利の歌が効いてるかな。やっぱり痛い。フリーズバリア。めんどくせえもん使ってんなこれ。まあいいや。
このままガンガン攻める。逆一本も一回使っとこう。エレンが食らうか。うわぁ、いくつ？結構食らう。逆一本。それでも1000超えてくれれば上々よ。1800とか。パワーヒール。いいね、強えわ。落とさないか、しょうがない。ちょっとゾウさん忘れないうちに分身剣燃えさせます。さて、一応これで、まあ、氷の剣をゲット。じゃあ帰ろっか。雪だるまよ、お前を迎えに来た。邪魔だこいつ。はい、どこか行け。なんだ、氷の剣を持ってるんだ。すごいのだ。仲間にする。さて、これで連れてってくれなのだ。最終メンバーがようやく揃った。スペキュレーション、まあ、ミカエルが一番先頭っていうのがね、一番カッコつくんだけど。これエレン、ご苦労だった。君はもう用済みだ。で、ちょっと雪だるま、体術5、こいつも玄武術覚えてんじゃん。腕力11、器用さ17、魔力もそんなに強くはない。意志力23、体力は高い。器用さが高めではあるね。どうしよっか。だってこいつも素早さ押せな、8しかない。ゾウ7、雪だるまとか終わってんな。ちょっと待って、そうするとスペキュレーションの陣形変えよう。遅い組を後ろに下げよう。マジでちょっと不安しか残らないんだけど。だってミカエルが器用さ17、腕力16、器用ではない、腕力でしょ。ゾウさんもどっちかっていうと腕力タイプ。妖精21の22、25は強いよな。まあその分体力とか魔力とかそこら辺全然ないけど。でボストンは素早さが高いから体術使っていいでしょう。雪だるま器用さがあるってことはユニス装備させよっかな。じゃあ永久表彰ってさ、こいつ装備させなきゃいけないんだっけ。ちょっと一応装備させとこう。なんか怖え。でビーストレザーだったら白子でいいや。あとなんもねえや。全部預けてきたかんな。エレン外せばいいんだ。一回全部外そう。でクリスナイフ、いやラバーソール毛皮とかしょぼいな。やっぱりちょっと引き出してこよう。永久表彰を身につけないとここから出られないのだ。僕がもらっても良いのだね。良いのだ。よし、固定の装備になったってことかな。ちょっと一回ピドナに行って倉庫を漁ってきましょう。永久表彰がアクセサリーになってる。できてるかな。開発中。ダメだ。てかブローバーもういらなくなっちゃった。では、ランス聖王楼の聖王の試練をちょっとこなしていきましょう。狩人の試練やっていきます。あれ、これどうすんだっけ。こいつに話せばいいんだっけ。お主らの弓の腕を見せてもらおう。というわけで、フラッシュワードがあればこれは楽勝。一応なんか覚えるかもしれないから攻撃だけはしておこう。お見事。ま
まあ、後ろのやつに当てれば勝ちなんで。で、フラッシュアローはミスらないんで、絶対当たるっていう。やることは変わらない。そのためにね、今回サラを連れてきました。全部で3体いるんで、3体こなせば終わりですね。よし、極意も取得したわ。じゃあいいや、帰らんねえ。そうだ、試練中帰らんねえんだった。雪だるま入れようかなと思ったけど、てか雪だるまとかマジで何装備させればいいんだか分かんねえんだけど、とりあえず弓にします。今回器用さを生かして。ひらめき特性があるかって言われたらだいぶ怪しいんだけど、最悪ツイーリンから極意を取得するしかない。ミリオンダラーは絶対欲しいよね。よし、ゲット、妖精の弓。じゃあちょっと戦闘陣形を変えます。スペキュレーションで雪だるまを入れて、で今手に入れた妖精の弓を使っていきましょう。カナリアの弓よりは強いんじゃないかな。あ、全然強いわ。30ある。でフラッシュアローも極意取得したんで、フラッシュアロー覚えていきます。火力がなさすぎる。あれ、今覚えた？覚えてなくね？はい、 OK。 じゃあ例の辛いテストを受けましょう。もうここは攻略している。全力で行かせていただく。ミカエルが前に出てるのか、なんかちょっと慣れないな。妖精の意味、一旦で肩がつくんじゃないか。これも超次元ペルソナ。あれ、これミスった。引き寄せてないってことはミスってない。ミスってるわ。ライフブレイク。いや、これは効かないよね、どう考えても。で、ナイアガラバスターもやってこう。ここでなんかいい弓の技覚えないかな。とりあえずこれでいいやってやつでもいいんだよね、正直。さすがに今弱すぎる。これで終わりそうだけど、普通に。強三段極意取得。よし、進んでいきましょう。今回はあれどうなんだっけ、落とされた。で、あ、これ魅力で勝負ってどうすればいいの？なんかわかんねえ。最初になんか使ってくるんだっけ。その前に型をつける。大車輪機関聞いた。そもそも性別不明のやつとかって利用されんの？上の2人全然利用されないね。受け終わった。これ終わったんじゃん。じゃあ無理でしょ。ひどくない？だから上2人でなんとかすればいいんだよ。まず最初に大車輪を打っておく。これは大丈夫なんですよ。で、連機剣で防御、フラッシュアロとか。ゾウさんがなんで魅了されるのかがよくわからん。てか妖精もそうだけど、まあミカエルはしょうがないよ、人間だから。しょうがないよ、人間だもの。倒した。音
男の誘惑ミカエルは効かないんだ。117でなんとかなった。いや、ここから大車輪、電気剣、プラッシャロン。妖精が2回大車輪打ってたのでかいな。稲妻キック、電気剣、これで終わりだろう。ゲッ、ちょっと待て、真ん中のやつが強敵化してるか。ペルソナ使ってこう、ビーストチェイサー、あ、治ってる。ゾウさんでも強力な攻撃するとろくなことになんなそうだから、オッケー、ハートエイク。あれ、あ、まだ続くか。セーブは相変わらずできねえな。てか、バサが回復できないか。あんまり使いすぎも考えものだな。一人一体担当。よし、覚えた。移動ブレイク。まあ、そういう感じだよね、最初は。超弱え。雪だるまが使い物になるまですげえ時間かかりそうだな。弓持たせてるけど本当にいいのっていう。かといって証券はだってもうミカエルが使ってるからね。他のものを使わせないといけないんで、意外にあれが少ないんだよね、腕力が。まあ、割と腕力があるんだったらなんか棍棒とかでもいいかなと思った。てかまあ斧でいいかなと思ったけど、さすがに器用さの方が高いからな。このままどんどん弓レベルを上げてってもらうしかない。術レベルが高かったよね、そもそも。じゃあ西洋ブーツ。じゃあ最後の試練、王者の試練、近道、遠回り、どちらの道も同じところへ通じています。意志力があなたの力です。近道で行こう。ドラゴンが1匹倒す、勝利の歌。まずは勝利の歌だな。でペルソナから使っていきましょう。でスターバーストも発動させる。どの道逃げられんのだ。いいね。これどんくらい食らうの。雪だるまゼロ、強い、当たらない。思想は変わってないか。でちょっと生命の水を使って回復させていこう。高級傷薬、いや待て、パワーヒールでいいか。いや、やっぱり今回は高級傷薬で一気に回復させていく。無双サンダーはやっぱりね、打っておきたいんで。最強のアタッカーだからこいつは。それなりのレベルがあるんだっけ。241、まあまあまあ悪くない。でボストンも OK。 雪だるま、まあ、雪だるまとにかく素振りだからな今回。 OK、 玄武になればこっちのもんだ。ナイアガラバスター。で俺またパワーヒールでぶっとく。自分を回復させとくか。分身剣、まず疾風剣から。疾風剣打って分身剣打ってどっちが強いか見る。その頃にはなんか倒せそうだけどね。
火力がみんな高くなってっから。前のレッドラゴンのようにはいかんよ。いや全然違う、全然強くなってんな。剣武術が上がった。斧コンボちょいちょい上がってくな。まだいるのか、後ろにあれも控えてたな。これもいいや、無双三段ちょっと使ってこう。で出るそうな攻撃攻撃で疾風拳でいいやもん。回復できないからな、ちょっと後ろの巨人用に備えてはおきたい。特に花粉の影響は受けてないね。弱い、マジか。1300ナイアガラバスターで分身剣、1500とか異常なんだけど効かねえってかミスってるし。ただなんかこれがよくわからん、よくわかんねえけど攻撃はしてくれるからいいや。分身剣3人か、4人いてほしいよね。で巨人このままガンガンいこう。だったら疾風拳か、一回スターバスト使おう。1600、これはもう剣持ってるから凶悪な巨人だよね。400か、ゾウはさすがに体力が高いだけあって耐えるな。サイドワインダーどうなの。なんかもうちょろい技をどんどん覚えていってるけど、疾風拳回復はしない、このまま押し切る。ナイアガラマスターけー持てない、でかくて。雪だるまが全く戦力になんねえ。リュウネイ倒すにはさ、やっぱりちょっとミカエルを鍛えとかなきゃいけないから、最悪リュウネイ最後になるな、技を覚えるまで。次アラケスに行くかアウナスに行くか、どっちかだな。これで終わりかな。あ、終わりっぽい。ゲット西洋カブト。じゃあこれで西洋の試練は全部終わったので、エクセルガード回収して、グローバーも監修して、フェザーブーツとか使うんだよな。玉座行くか、ベルジュ、ブリッツランサー、強化弓、よし。これ強化弓ができてから先進んだ方が良さそうだけど、ちょっと防具作りのために玉材戻りましょう。一仕事住民は不幸だけど、防具開発、円柱の盾開発しとこう。よし、もういいや、あとちょっと全部開発費に回そう。では魔王殿アラケスに挑んでいきます。てか魔王殿何回も来てるんで、ここはもうさささっとやっていきます。喝殺ハジャホ覚えたんだけど、おヘビ剣、これはクリスナーが専用だった気がする。ただファイヤークラッカーでもよくないっていう、どっちがいいんだろう、コスパ的に。
ファイヤークラッカーが9、ヘビが6か。まあヘビでもいっか。じゃあでワープ使って本殿入って、でこの竜を倒す。いけるはずだ、今の俺なら。ペルソナどうしようかな。一個ずつなんか使っていこう。ゲペルソナミスんな。こいつはなんだ、乱流だから、あ、水系だよね。しかし剣舞の術はこっちも好都合。ミドブレイク弱すぎる。ちょっと雪だるま育て上げるのに超時間かかりそう。一個ずつ使ってせめて極意を取得していきたい。アラ決戦では完全に回復役だな。いやーこれ2つともミスんのかよ。弱っ。ドラゴンの中で一番弱い気がする。で隕石のかけら、よし悪くない。さらにこのドラゴンも倒す。またレッドドラゴンか。なんかよく見るな。もう脅威には感じない。この無双産卵があれば。最初の回はしょうがないもん。なんかあんまり立て直す必要もないと思うんだよね。火力で押し切れる、まあ、死んだら死んだでしょうがない。ゼロ。大丈夫大丈夫、いけるいける。間違えた、サイドワインダー。そうなんだな、2回入ってくれればだいぶダメージ稼げるからね。セルフバーに行くか。これはこいつ死んだかもしれねえな。ただ食らうだけじゃんこれ。313死んだ。いや疾風剣も結構強いからね。ほらわるわかる。いいね、剣体剣曲がった。糸ブレイクで、これは隕石のかけら、え、これもで巨人。こいつも恐るるに足らず、倒したことがある、見たことあるやつだ。あれどっち覚えたっけ、サイドワインダーだっけ、糸ブレイクだっけ、なんか分かんなくなっちゃった。もう封印しちゃっていいな、覚えたやつは。正直使わないから。アタッカーは3人だね、完全に。雪だるまがな、どこまで育つか。ゲッ、技ポイント少な、こんな少ないの、全然使ってないのに。スタンしろ、まあ、別にスタンさせなくてもいいんだけど、あんまり強くないから。ゲー、いいとこだけ取ってった。ビーストチェイサーで隕石のかけら、これもか。では行きましょう、アビスゲート。すぐ閉じよう。血を流せ。ちょっと自信はない。
なんせ雪だるまがいるから。雪だるまはもう本当に回復薬、回復薬って言っても高級傷薬2つしかないから。どうする、マジでこいつをどうするかだな。火力だけで行くんだったらファイヤークラッカーなんだよね。ろくな技がない本当に。もうなんか攻撃して覚えてくれ。でスターバーストも使ってく。ぶちかまされたらもうかなり厄介だからね。焼きこてか、結構食らうな。これはもう高級傷薬案件だな。何回攻撃？2回。しかも185食らってるし。いいね。あ、ミカエルは勝手に回復するのか。で、無双三段、ナイアガラバスターは使っておこう。で、もうパワーヒール。雪だるま。で、雪だるまは、あ、生命の水覚えてんだ。結構覚えてんじゃん、雪だるま。生命の水使ってみよう。どれだけ回復するかな。とにかく、まず第一は妖精。最強のアタッカーだから、3000超えてるし。おい、ダイヤガラ。大回転！これか。ぶちかましじゃねえや。死んだ。ゲー、2人とも死んだ。無理やり叩き起こす。いやでも火力は高いぞ。しかも2人見切ってくれたからね。逆一本もやっとこう。でパワーヒールでこいつで生命の水でやっぱり自分で。ゾウさん今回高級傷薬で妖精を復活させよう。おお、3人も見切ってくれた。これはかなり運がいいな。テラボイスはちょっとまずい。状態異常がまずいんだよな。一応高級傷薬は使ってくれたか。よし、こっから本領発揮ハサミ。でパワーヒールはやっぱり使う。妖精が若干減ってるから妖精。で生命の水は自分。ゾウさんは攻撃。雪だるま回復薬だな、これも。1800、普通の攻撃で1800とか。何なのマジで。いや火力は高いぞ本当に。めちゃくちゃ強くなったな、うちのチーム。でミカエルはまあ自分で回復してもらおう。でパワーヒーロー1回こっちで。ゾウさんはまだいけるでしょ。自分を回復させよう。盾となれ雪だるま。ブラックジャック、これなんだっけ。寝やがった、これ死ぬな。危ねえ。耐久力あるよなゾウさん。あ、ミカエル攻撃してくれなかったな。まあいいや。ちょっとゾウさんのヒットポイントを集中的に回復させるか。火力はなんだかんだであるからね。よーし、オッケー。いや無双三段がやっぱり超強い。この攻防が微妙に、あ、ブレードロールなんだ、見切り的に。魔戦思考撃破。これで2つ目か。
帰ろう。じゃあ恒例の回収、円柱の盾からの強化弓も完成。よし、強化弓はかなり強いでしょう。もう妖精の弓はこっちものがいっぱいですって。34、いや別に妖精の弓固有の技はいらないからな。火星の砂はなんとなく持っておこう。じゃあまた開発、ね、じゃあこれ作る。これ隕石のかけら必要だよね。でも何個も必要じゃないからね。隕石のかけら結構手に入れたから。あー、竜輪の剣がある。でも竜輪の剣だったら七星剣でいい気がするんだよな。竜輪は防具に咲こうっていうか、まあ普通に開発しよう。ブリッツランサーってどうだっけ。パルチザンが必要です。持ってない。フランベルジュは、あ、普通に作れる。じゃあいいや。これで古い洞窟寺院の後にモンスターが住み着いているようですということで、じゃあちょっとやりますか、恒例の最終師匠洞窟寺院跡いきます。ショットウェーブを打った。わからん、強いのかどうか。では先生お願いいたします。アスラ大先生ですね。こいつからどんどん技を覚えていきましょう。いやカウンターはいいや。2900とか強すぎる。フェロモン一応見切れるんだ。ちゃんと見切っておいた方が良さそうだな。アスラじゃないけど流星ショー。マタドールはしょっちゅうだな。あ、なんか覚えた。プラズマショット、サザンクロス覚えた。よし、もういいや、強い。やっぱりというわけで、とりあえず技は結構覚えたんで、このまま、こいつは残しておいて先へ進んでいきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。